はい、どうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はニオ最強旧地つくもビルド火の守護霊用ですね、こちらの紹介になります。まず組んでいるビルドとしましては、かぐづちが4の、いざなぎが4の、たてなしが3の、三河武士が1ですね、こちらのビルドになります。で、主につけているオプションなんですが、旧地メリットの高バフですね、それと常世払いメリットの高バフですね、こちらの2つが重要になります。あとはこちらの気力ゼロメリットの攻撃力アップですね、こちらの方胴体にもつくんですが、オプションが厳しい場合はすね当ての方につけた方がいいかなと思います。で、灰立ての方には状態異常時メリットの高バフですね、かつ火の状態異常時にしたときに敵の防御力ダウンですね、こちらをつけて火の守護霊特化にしてあります。で、小手の方にはダメージ系を持って胴体ですね、胴体には包囲状態メリットと窮地状態の火ダメージ軽減ですね、この辺りをつけて矢玉でひるまないですね、こちらがついています。で、頭なんですが、基本的にこの3種類を大体ベースでつけると思うんですが、基本的にはもう鬼女のお面をつけたとしても、こちらの火属性ダメージは物理ダメージではなく火属性のダメージの方ですね、そちらの方のブーストになりますので、基本的にベースダメージのメインを占める殴りの方のブーストには乗りませんので、この3種ですね、基本お好みのものをつけていただければいいかなと思います。あとは武器の方のオプションがかなり特殊で、まずスサノオメインではなく44ゾナエでメインになっていますので、武器 OP ですね、こちらの方をつけるという選択肢もありますので、速い攻撃以外に武器ですね、つくも状態で打てる武器の方のダメージはかなり上がっています。それと確実ですね、かぐづちの4ゾナエで金ダメと火の状態異常の蓄積がついていますので、火の状態異常になる可能性も結構高いです。特に連撃系の武器などを使うと非常に早く火の状態異常になりますので、そちらを見越してシナジー効果として火の状態異常時ですね、こちらで防御力ダウンと攻撃バフですね、こちらの方をつけてありますし、武器のオプションの方に状態異常火で近接ダメージのアップでベースダメージの上積みを図っています。それと人型に対してのガード貫通ですね、こちらの方も載せてあります。で、あと気になるものとしましては、状態異常の蓄積ですね、こちらと武器で与える火属性ダメージの OP ですね、こちらが気になると思うんですが、こちらの武器で与える火ダメージの OP ですね、こちらの方も物理ダメージの方には乗らず火属性のダメージのブーストになりますので、基本的には火属性ダメージのブーストをつけるよりは蓄積異常の追加か、こちらの今ついている状態異常時に火力アップですね、こちらをつけた方がいいと思います。さて、そして目玉なんですが、今回追加されたイザナギの体力回復メリットで攻撃力アップのバフですね、こちらがだいたい 15% ほどつきますので、近接ダメージとこちらの高バフを合わせるとスサノオの今までありましたスサノオですね、こちらの金ダメの方は数値は同じになりますが、速い攻撃限定でスサノオの方がダメージが高かったんですが、イザナギの体力回復メリットの高バフを発動させている間ですね、こちらの間の高バフが乗っている期間においては、こちらの高バフが乗っている間だけバーストダメージの方が 15% と 13.7% の2つが乗りますので、基本的にその間においては速い攻撃においてもこちらのビルドの方が火力が上がります。で、かつこちらの高バフをつけてしまうとデメリットもありますので、体力回復メリットを発動させない状態でも金ダメが2つ乗ってますね、かぐづちとイザナギの2つ乗っていますので、主に武器のダメージは常時スサノオ型よりも高くなっています。で、なおかつ火属性の状態異常にした場合に高バフが乗って相手の防御がダウンして
武器のオプションにつけている金ダメのアップですね。こちらにおいて一気に火力が上がりますので、こちらのビルドは火属性の守護霊特化ですねのビルドとなっています。さて、それでは注意点としましては、基本的に燃焼符で HP を削ると思うんですが、つくも発動状態でもこちらの陽神符などで回復プラス攻撃アップのバフですね、こちらを発動させることはできるんですよ。できるんですが、こちらの回復の方なんですが、こちらですね、陽神符で回復すると攻爆の 15% がつくんですが、こちらの方つくもを打ってしまうと、つくもゲージで陽神符の方を受けてしまいますので、つくもゲージで燃焼符ですね、こちらの方を受けてしまって本体の方は回復してしまいます。このようにライフが回復してしまいますので、 1.5 秒ですね、 1.5 秒につき1回回復して約10回復付近ですね、15秒ほどで窮地状態を脱出してしまいます。ですので通常時に使うか、即時発動にするか、もう発動して15秒以内に瞬間で溶けさせるということですね、いう場合のバースト火力として全ての火力においてスサノオ型を上回ります。特に武器にも乗りますので、武器型としては非常に高い火力を出せることになります。注意点としましては、こちらの陽神符ですね、こちらを使った際のバーストダメージの出し方として、つくも中の中の方も回復してしまいますので、おすすめとしては即時発動などを使って攻撃を叩き込む瞬間ですねに発動させて、15秒以内に落とす際のバースト火力の上積みにするのがいいかなと思います。それでは無限国777階層ですね、こちらの敵をちょっとやっていきたいかなと思います。さて、それではバフをかけてやっていきましょう。ビグライ通り殴ってもいいですし、雲中に武器ですね、こちらの方を打っても全てのバフが乗りますので、かつ火力も十二分に足りますので、こちらの家具槌ビルドですね、こちらがおすすめになります。今回使ったこちらの家具槌ビルドですね、こちらのように矢玉のダメージですね、飛び道具のダメージ軽減をがっつり持っていれば、縦なしを2組んでいますので、オプション次第で飛び道具のダメージを 100% カットにできます。でこちらの方、無限獄と非常に相性が良く、敵の増援ですね、こちらが出てきた際に立て直すのが非常に容易になりますので、今回立てなし、こちらが3ゾナイが組んでありますので、継承オプションの方にがっつりと飛び道具のダメージ軽減を持って、小物のオプションですね、こちらの方もつくも特化ダメージと飛び道具の非ダメージ軽減ですね、この辺りを乗っけていれば矢玉ダメージがゼロになって非常に使いやすくなりますし、単純に火力特化にするのであれば、つくも中の攻撃上昇系の OP や火力のバフですね、こちらをがっつり持っていけばさらに火力の方が上がっていくと思います。で今回のように777階層ですね、無限国の下の方の階層に行っても十二分な火力を発揮できますので、今回は2を窮地つくもビルド火の守護霊特化バージョンですね、こちらのおすすめの紹介になりました。